皆さん、こんにちは。アンバサダーのガチャピン。ムックですぞ。僕たちは今年50周年。今までいろんなことにチャレンジしてきました。チャレンジすることって大好き。今日はあることにチャレンジする子供たちのお話を紹介したいと思います。さあ、僕たちと一緒に物語の世界へ出かけよう。公園の片隅に捨ててある小さな穴の開いたビニール傘、雨に打たれてまるで泣いているように見えます。イベント広場ではワークショップ、間伐材で前橋を作ろうが開かれています。インストラクターは店員のハンプさん。私たちがビニールやプラスチックをポイ捨てするとどうなると思う？海まで行っちゃうのかな。そうだね、海の生き物たちが食べちゃうかも。やだ。エイミーは目をキラキラさせていますが、隣の席のチコリンはなんだか退屈みたい。ねえ、あっち行こうよ。まだお話し中。いいじゃん、行こう。あれ、ここ鏡みたい。でもなんか変。あ、キャー。誰？目の前には二人とそっくりな子供が立っていました。僕はスー。私はピリカ。鏡の国へようこそ。鏡の国って？君たちの未来だよ。あれは？あそこは未来タウン。ピリカとスーが未来タウンの説明をしてくれます。そこではいろんな仲間たちが働いていたり、楽しそうにおしゃべりをしていたり、幸せに暮らしています。あそこにいるのがカメジーことターチャーよ。ターチャーは何でも知ってて、みんながわからないことを教えてくれるの。シータンとソータンは男の子と女の子の差別をなくして平等に暮らせるようにお話ししてくれるし、マリアンヌはいつも砂浜や海中のゴミを集めて海の美しさを保っているよ。ウィザーは最近未来タウンに引っ越してきたんだ。前にいた森が開発で壊されちゃったみたい。植物や動物が大好きで、未来タウンのお花を大切に育ててくれているよ。へえ。チコリンは昨日捨てたビニール傘のことを思い出しました。ずっと幸せに暮らすためにみんなができることを持ち寄るんだよ。そっか。未来タウンはみんなで幸せを作り出している街なんだ。君たち何をしているのかな？スタンプラリーは埋まりましたか？うん。あ、ガチャピン先生！ムック先生！誰？僕たちの先生だよ。スタンプラリーって？いけない、まだだったっけ。日が暮れる前に丘に登らないと。スタンプ押せませんぞ。急ごう。ちょっと待ってよ。みんないつも元気だね。本当ですね。うん。ここは丘の上にあるティラ、タナテラス結びの神を祀ってある祠です。スタンプラリーって何？ここから街を見ると、あ、街がリングのマス目みたい。そう、マス目は17個あって一つずつ埋めていくの。どうやって？タナテラス結びの神様に約束するんだよ。じゃあ私15番目のマスから。15番目？1番からじゃないの？できることから始めればいいんだ。前箸を使います。お箸は間伐材で作ります。僕もエコバッグを使うし、レジ袋をゴミにしません。どこかで聞いたようなセリフ。エイミーもせっかくだから何かお祈りしていったら？チコリンもね。
みんなが幸せになることをお祈りするのよ。そっか。みんながお腹いっぱい食べられますように。僕は捨てたビニール傘が戻りますように。え？何？その瞬間、祠の扉が開き、辺り一面光に包まれました。気がつくと、そこはショッピングモールのワークショップでした。もうピリカとスーの姿はありません。おかえり、ハンプさん。チコリン、忘れ物よ。え？あ、それはチコリンが昨日公園に捨てたビニール傘でした。もしこの傘が川まで飛ばされちゃったらどうなってたかな。川から海まで流れていっちゃう。ビニールをクラゲだと間違えてウミガメが食べちゃう。僕のせいで。その通り。よく勉強したわね。じゃあチコリンはどうして傘を捨てちゃったの？だって穴が。ほら、テープで塞げばまだ使えるよ。本当だ。大切に使うよ。ビニールって自然に帰らないもんね。まあよくできました。二人とも一日でこんなにいろいろわかるようになるなんてすごいじゃない。スタンプラリーを完成させなきゃ。スタンプラリーって？秘密。ピリカとスーのこと夢だったのかな。私たちの方がピリカとスーの夢だったのかも。楽しくできた？うん、最高に楽しかった。楽しかったよ。本当に楽しかった。すっごい楽しかったんだけど手が震えて緊張した。そっか、またやってみたいと思った。もう一回。僕ももう一回やりたい。絶対にやりたい。うん、またやってみたい。違う作品とかでも出てみたいな。うん、じゃあぜひまた会いましょう。やったー。楽しみ。また会いましょう。またね。でしたか。大切なこと学ぶことができましたかな。一つ一つのチャレンジはたっくさんのハッピーにつながっていくんだよ。今日のことを忘れないでね。うん、僕たち、私たちはこれからもみんなのチャレンジを見守っていくよ。それではまたいつかお会いしましょう。プライムツリー赤池はこれからも地域のあらゆる人とつながり、愛される誠実なショッピングセンターを目指してまいります。
鏡の中に映る君の声、いつも心に響くあの日から、夢の中に希望を描くのは、また君に会える日を夢見て、きっと君の世界の真ん中にこの街の未来を映し出す。優しさに包まれる時、明日が来る。今も昔も明日も、いつも君は微笑み溢れて、僕の心が君の思い